始まりましたね。はい、さあ、はい、なんと、はい、今日でニコ生、うん、お、ないないんか。1200回目です。嘘か本当かわからないっていうね。いや実際だと多分60回とかそんぐらいですね。そうですね。結構多いよな。はい、1年半ぐらいかな。1年半ぐらいなんで、前回でかなりってもう60、70回ぐらいやってる。70もやってるんですか。すごい。塚さんフルで出てますか。俺結構フルで出てる。かなりの確率、うん、出てない時でも後ろにいてるもんな。寝てるもんな。出てますよ。けどはるかも結構出てるよな。僕も結構お願いされたら出るタイプ、うん、あ、まあ、今回はちょっと来月もバースデー控えてるんでね。そうやな、さらっと。こっちも結構けど出てるよな。僕はもういっぱい出ていっぱいぐちゃぐちゃにされてるんですけど、こてつはもう20回ぐらい出てますけど、絶対出てます。こてつ宛てのコメントはまだ4回しかない。ええやええや。ということでね、とりあえず1回タイトルオープニングで、うん、オープニングで、はい、タイトルまた後で。ちょっとコメントでね、面白いコメントがあるんやけど、はいはい、17番、米番17番、こてつ出なくていいのにって。いやもう同感です。笑いづらい。早速笑いづらい。いやけど美味しいよな、もう立ち位置がしっかりしてるな、はい、いや羨ましい。うんうん、あけみって誰ですか。あけみって誰なんやろね。あけみ、うん、あけ20番と22番のあけみ大好き。あけみ、いつかさんの妹。俺の妹の話かな。どうしようもないやりまん。どうしようもないやりまん。めちゃくちゃ可愛いよ。あ、オープニングの人。ああ。関係あらへん。違う、ホスト関係ない。はい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 。そうか。早いな。このけど千里様っていう人よくコメントしてくれるね。もう多分1年ぐらいやってくれてんじゃないですかね。もうそろそろうちの従業員として迎え入れる。かな。鬼出勤。今日は35番お願いします。うんうんうん。今日はしゅうやさん出ないの。多分ね、今日はしゅうやさん出ませんね。出ません。朝一からテキーラも出た。そうそう。朝一から。結構しゅうやくんは激務やからな。そうですね。やっぱりな。バーも出勤して、AJにも出勤してたな。たまに。もうあと2、3日で死ぬぐらい頑張ってるもんな。いや、本当っすね。頑張り方がもう死ぬ前やんのな。いや、思うっすね。目がすっごい散らした。36番、ありえないぐらいちっちゃな字。視力2位ぐらいないと見れないよ。36番、リキトはって。リキトもね、今日来ますよ。今準備中っすね。うん、はい、そうそうそう、やっぱりな、売れっ子は後で来るみたいなな。はい、うん、いいとこ取り、そうそうそう、全部取ってくる。トリスキーリッキー。49番目、ゆうきさんはって。ゆうきはね、あれやな、はい、今日は来ないね。今日は来ないですね。うんうんうん、今日は来ないと思う。うん、そう、さっきめっちゃ足つけてるんですけど。え、あ、本当だ。じゃあ青やから、青は足つけんねん。そうですか。だから俺も足つけてんじゃん、ほら。あ、本当だ。これ顔青ざめたら一瞬っすね。もうそうやな、見えへんからな。見えなくなるっすね。おお。とりあえずね、今日はね、3人、今は3人やけど、3人です。はい、あと誰が来るんかな。あと2部のしょうもない、カリスマ、カリスマしょうもない、1億円プレイヤーのやっちゃんと、締め本数2000本の、2000本のやっちゃんと、あとリキトと、はい、締め本数2本の、うん、あと誰やったっけ。あ、ここ前書いてあるな。はいはいはい。あ、これだけっすね。うんうん、そうそうそう、ラビリンさんとやっさん、うん、やっちゃんも来るんで、はい、楽しみにしといてくださいね。63番、真ん中ピース、まだピース。あ、67? 真ん中ピース、誰のピース。63ですね。ピースしとけ、ピース。いや、真ん中っす。あ、俺、ピースの仕方もかっこいい。いやいや、恥ずかしいから。てつくん、何しとんのそれ、名札。あ、うん、これ、なんて書いてあんの。飼い主募集中です。おうおう、ええー、な。どんな人が飼い主になってほしいの。毎日おいしいご飯食べさせてくれる人がいい。はいはい、餌付け、うんうん、胃袋掴んでほしいなと思うんですけど。そうやな、そう、なんかおかんとかにやってもらったらええやん。おかんもやってもらったんですけど、うんうんうん、
もうそろそろあれ乗り換えようかなと思って。はい、それではね、はい、ということで、まだ1人増えたということで、ザッスザッス、はいはい、まで、リキド君来ましたよ、よおばあちゃんが倒れてて、それおばあちゃん、元気なおばあちゃん聞いたら倒れるわ。あ、じゃあもう改めてまたリキドの方からこうやって順番に、あ、あの自己紹介ですか、うんうんうん、はい、名曲と書いてラビリンスリキドって言います。副主任です。好きな食べ物はドーナツです。うっす、よー、初めて聞いた。ドーナツ、アメリカの、アメリカの子供みたいな。日本だとでもちょっと裕福な家じゃないとあんまりドーナツ食べれないですか。そうなんですよ、育ちがいい。はい、じゃあ次はこてつです。ただのキラです。好きな人ははるかさんです、今日は、はい、今日ははるかさんにしときます。はい、よいしょ。あ、この子今日でやめるんで。今日が最後なんで、照れ隠しですから、はるかさんいつものね。巻きつかさです、よろしくお願いします。よいしょ。社長です。社長さん、偉大なる大社長です。あ、どうも。最近ツイキャス界ではなかなか上位の方で上がってる錦織新です。役職は試合人です。はい、どうも。ツイキャス界のなんて言われてんの？ツイキャス界のペテンシー、うん、全然よくね。何を騙してるの？ピンってけえへん。いまいち。とりあえずね、今日のねテーマは、8月の思い出、もう月末やし、そうですね、ちょっと思い出をみんなで話していって、面白おかしくちょっと喋っていこうかな。そうですね、いで、はい、あとこの番組が始まる前にこてつくんにはちゃんとあの注意してるんで、ふーんとかへーっていう話をするやつはもうクソやっていうコンコンともう喋ってるから、はいはいはい、うん、絶対したらあかんよ。もうもちろんですよ、もうもちろん、うん、全然プレッシャーもかけてない。普通に言ってるだけ。つかさが思う以上のプレッシャーをかかってると思う。プレッシャーかかってんのかな。全部つかですからね。ほんならまずはるかからちょっと8月の思い出みたいな、ね、8月の思い出ですか、うんうん、8月の思い出を一番印象に残ったやつ1個だけ、はいはいはい、はい、うん、ちょっと言ってみよう。そうですね、8月やっぱり月初から、ね、あの川遊びに、うんうんうん、バーベキューで、はい、うん、あのこてつがね、そうやな、はい、わいせつの新年生になった、うん、こてつがな、はい、こてつが、ね、あれをな、あれをあれをあれをいじめながらな、あれをあれしながら楽器からあれしてたんで、フォークピッツピッツしてましたからね。でそこじゃないね、面白いね。めっちゃすごい。今日は生で笑いがそこではない。怖い。あとは営業中のあの厨房裏みたいな感じ、はい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 、まあぐらいですかね、ぐらいでもないですけど、あとはちょっと僕がね、うん、個人的に上り調子になってきた、うん、おー、一回あのすごいどん底まで落ちて、うんうん、今やっと這い上がってきたかなとは思いますね、うんうんうん、やっとこう、そうなんや、はい、あとホストグランプリで、うん、2時まで、予選2時まで上がって、うん、今もなんとか、うん、3時圏内にいるっていうのは、うん、かなりいい状態かなと。ちゃんと聞かれてるもんな、143の、はい、あるかホスぐらいいい感じなの。めちゃくちゃいい感じです。あー、よかったよかった、めちゃくちゃいい感じです、うん、もうね、はい、みんなに投票してもらいたいかなっていうね、うん、あの検索で錦、カタカナで、うん、カタカナ錦でやったら一発目で僕出てくるんで、うんうん、出てくるんでよろしくお願いいたしたいでかなと思います。はい、あ、155番、ここシャンパンいくらからって、あのあれ、なんぼやった？お前めっちゃ高いやん。1万、最低のね、あのコールのね、うん、値段が5万から、賞金5万から、うん、まあ、実数7万2000円ぐらいから、うん、そう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 。で、ね、一番安い、はい、求めやすいシャンパンが1万5000円の、カフェドンカンパニーですね、そうですね、うんうん、ぐらいかな、はいはい、うんうん、火曜日はお得な、火曜日だけちょっと お得めなのがあったり、スーパーお得め、うんうん、はいはいはい、そうやな、するんで、はい、うんうんうん、新聞はまだ早い、まだ早い、まだね、まあ、うん、あともうちょっとしたら、とりあえず、俺のね、夏の思い出、8月の思い出、はいはい、しめちゃくちゃ欲しいです、はい、別に全然普通の話なんやけど、はい、ガチャピンが、はい、ガチャピンわかる？ガチャピン、ガチャピン、フォロワー100万人以上います。ツイッター。ガつくな。全然負けてる。ガチャピンがボロ負けしとるっすか。ガチャピンがこう海の底に潜ってスキューバーをやってて、はい、わ、海の底ってこんなに変わった生物がいっぱいいるんだってこう言った時に、はい、俺のいとこの子供が、お前が一番変わっとんねん。
言ってたのが面白かったね。8月1回ね、地元のね九州に帰った時に、いとこの子供がそれを言っててね、はいはいはい、うん、そう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 、なんかお菓子いっぱいあげたら面白かった。あとな、俺に懐かない、はい、いとこの子供とかさ、はいはいはい、おるやんか、はいはい、やっぱおるやん、めっちゃ懐いてくる子と、はいはい、何この人みたいな感じであんまり合わないから、はいはい、懐いてけえへん子、はいはい、なりますね、の子には俺お年玉の話絶対すんの。あ、お年玉ですか、金で言うさまなんです。そうそうそう、お年玉の話とか、欲しいもんを聞いて俺やったら結構いけんでみたいな話した時に態度変わるよね。変わります。いや僕でも大体小さい頃、うん、いやもう親戚めっちゃ多いんで、はいはいはい、茨城なんですけど、うん、茨城15軒ぐらい家もあるんですよ、赤いって、うん、やっぱりそこそこくれるとこでは、うん、僕ちょっと長めでおばあちゃんのね腰もんだりとか、うん、2000円2000円ぐらいだったら本当に僕ずっと庭で遊んでますから。ずっと分かりやすい感じやな、庭の犬ずっと遊んでますもん。無視します。はい、じゃあ続きまして、こたつの夏の8月の思い出は、夏の8月の思い出、ね、うん、つい3日ぐらい前に、うん、イベントありまして、うん、何の、うん、AJ の感謝祭をやったんですよ、うんうん、ありましたね、はい、はい、ありました。感謝祭の時に僕たち普段1部なんですけど、うん、初めて2部の時間帯での営業をして、そうですな、はい、うんうんうん、なんか感覚狂いますねあれって、うんうん、なんかどういう感じで、バーって楽しくお酒飲んで、うん、わー騒いで、うん、ちょっと気持ち悪い、バーって外出たらめっちゃ明るい。セミの音めっちゃ聞こえる。あ、でも確かに感覚が狂うよね。外でセミの声が聞こえるっての時点でなんか体がすごいなんかよくわかんないです。拒絶反応とはまた違う、よくわかんない、ゾワーってした感じしてパッて戻って、うんうん、一番最初のって冷房ついてるな。ちなみに僕は2部の時間帯絶対外まで送り出ししませんけどね、うん、やっぱもうバレるから、ブーがバレる。笑いづらい、笑いづらい顔。はい、じゃあそんなにこてつの話がこう波が来なかったということで、そうですね、はい、リキとかリキとの夏の8月の思い出、8月の思い出、はい、面白い話だ。8月も始まってもう後半じゃないですか、うん、でも僕、うん、今月、はい、どんなことをしてても、うん、勝ててないんですね、はいはい、何も勝てなくて、だ合同営業でもラッソンとか全部負けてますし、うん、そのなんか1位を何も取れてないんですよ、8月、うんうんうん、で考えてみたら去年の8月ももうしょうもなくて、まあ本当になんでなんか分からないんですけど、まあ、とりあえず8月は勝てなくて悔しいっていうのがあって、でもまだね、しめびとあとそらくんとあれですよね、かけるさんの24日にイベントバースがあるので、その日だけは勝ちたいかなって。もうその日はラスト歌ったろうかなって、バースデーなのに僕がラスト歌ったろうかなって思ってます。はい、負けてばっかり。そこはやっぱ毎年恒例で僕がもらいます。そこはね、人のバースデーってすごい上手いくなる。そうなんで、やっぱあるよね。だ面白い話はできなかったんだよ、おおってなる話をしました。はいはい、すいません。こてつのポテンシャルぐらい、あれだいぶ、ね、だ合わせてもらって、で一回ね、ゲストがある、ゲストというかね、はい、もう一人ね増えるんで、本物がいます。入れましょう、一回 CM でお願いします。お願いします。His called Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban persona, like travelers. The job is once reassuring, yet we can earn lifetimes worth some money in only one year. レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。
が広瀬。あー、今日フルボッサリ。はい、ということで、また一人、うんうんうん、自己紹介でもよろしくお願いします。おいっす、どうも、AJ 劇場トンビご覧の皆さん、ヤスです。おはようございます。よいしょー。なんかちょっと芸能人っぽいの出してきたんすね、今。イブの、すごい慣れてる雰囲気出してきたっす。イブの代表さんですね。レインボーラ出てきた。一人だけ、ちゃう、ハテナ白痴の話してる。いやいや、ボンの白定ですね。はい、レインボーラぐらい、ぐらいで、ぐらいです。はい、はい、ということで、真ん中は誰。あ、見えて、多分一番ハイカラ、多分一番ハイカラ、だいぶこの辺透け取るっすね、ヤスさん。怖い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 。あ、トンビの主人公もヤスさん。そうなんよ、トンビっていうドラマの、はい、あのね、あのお父さん役がね、ヤスさんっていうね、すごい気性の荒い気性の荒いおっさんやねんけど、その人の名前もヤスさんっていう、ね、マジですか、うん、そっくりじゃないですか。そうそうそう、ヤスさん。そうなん、どんぐらいあのイケイケなんですか。どれくらい。こっちのヤスさんはこっちがイケイケなのか。なんでどこでなんか張ってくるんだよ。そうそうそう、カーマ頑張ってって書いてある。ありがとうございます。カーマ来たな。カーマ多いっすね、カーマ多いっすね。そう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 、投げキッスとか。リーちゃん次いつ行ってもいいのって入ってあるけど、今日一回来てもらって、うん、はい。それも気になるんだけど、さっきリーちゃんエース切れたんだっけって。何ここで聞くねん。米番何番。米番米番275番。リーちゃんエース切れたんだっけって入ってあるけど、どうなん、事実。事実ですか。あのもういないっすね。募集中。いないっすね。あのそうなんだ、なってくれたら嬉しいなっていう。ちなみにやね、ちなみにやけど、はい、リキトンの中のエースで、はい、大体何歩ぐらいこうなの。あ、僕の中ですか、うん、僕はもうぶっちゃけ言ってしまえば、そのやっぱリアルな数字で言うとやっぱ300とかなんですけど、やっぱりめちゃくちゃガチで言うとそうなんですよ。でもあれですね、その子はめちゃくちゃ頑張ってるなってのがあったら、もうその子はエースだ。あ、自分に対してちょっと頑張ってくれてるなっていうのが、はい、じゃあめっちゃ頑張って1ヶ月2万円、はい、あ、もう切ります。関係ない。頑張ってるのは大丈夫、大丈夫、頑張ってますけど、ね、切ります。なるほど。やんちゃんの思うエースって大体いくらぐらい。はいはい、いや僕になるか、気になりますね。僕やっぱもう、うん、プロまでいや、あの正直、うん、僕エースとかはいいと思うんですよ、うん、いいと思う、うん、そういうのは、うん、すごい自分、うん、入ったよ、パターン。だからまあ、一回聞こう、うん、一回。やっぱ、うん、エースっていうのは金額じゃなくて、うん、例えば、うん、長いねん。長いねん。何やねん。言えよ。だってなんか面白くないんだもん。今俺の頭で思ってたやつ面白くない。面白くなかったから変えようとした。そう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 。はるかの思うエースって大体いくらぐらい。どうですか。うん、僕そもそも、ね、一番お金を使ってくれる子がエースだったり、めちゃくちゃお店に来てくれる子がエースっていうやつが、うん、僕あんまりエースって言い方好きじゃないんですけど、うん、ジョーカーって呼ぶんですけど、ジョーカー。まあ結果切り札や。締め日にジョーカー来るよっていう。は、僕は安定の毎月200でいいです。安定の毎回、何がはい、はいってくれる子がいる。はい、はるか君、今月も200ね、みたいな、はい、みたいな、安定の200、うん、で、まぁ、あ、ちょっと頑張らなくちゃいけない時に、うん、刺して、勝手に持ってきてくれる子、うん、刺して、が、まぁ、あ、僕のジョーカーですかね。ジョーカー切り札ですね、切り札。僕も1枚しかないですからね。常にジョーカーでも3枚は欲しい状態ですけど、うんうん、欲しい状態。今、1枠空いてるのお願いします。はははは、2枚、早いもん勝ちみたいな。早いもん。な、うん、ね、じゃあちなみに、こてつの、あのエースって大体何本ぐらいの。こてつの、うん、1回で15万以上使っていただくとすごく本当にテンション上がります、ね、うんうん、何回、月何回ぐらい来てほしいの。1回で15万ぐらいので、月何回ぐらい来てほしいの。13の12、月12回。月12回来てほしいの。まあまあだよ。200個ぐらいの。じゃあ、その子がもしいたら、うん、その子に 何してあげれるの。その子に対して、うん、何でもします。指つないろって言ったら、ね、ですよね、大事なのは、うんうん、何でも
満足するまで何でもしますね。本当に、はい、永遠と満足するまで。あ、でもその、はい、僕と約束が、ね、お前の人生200万ぐらいで買い取っていい。安っ。絶対満足しない。え、リキトのエースになったらどうなるの？どういう、いいことが。あ、僕ですか、チンポ入れます。いいの、それで。それで本当に OK にしとく。あ、チンポ入れます。もうここ押すしかないなって今思ったっすわ。いや、あれ面白いね。面白いけど、お前よう言うなって。なあ、俺も今日から違う場所で歩いてる。違う場所で歩いてる。言うのもうあれですよ、もう。安い、ほら、安い、ほら、412番、安い男。確かにな。いや、安さんの。そんなん、俺冗談だけど。え、安さんのエースになったらどうなる？やっちゃんのエースには何をしてあげんの？何するんだろうな。わかんないけど、とりあえず、その子が今まで出会ったホスト君の中に、中では味わえなかったことをする。お、うん、真面目か。真面目か。っていうのどうですかみたいな。4人の滑ったらの、あれが早い。はいはいはい。塚さんのエースになったら、僕最悪なるっすよ。最悪なるっすよと、マット。マットプレイ。ないなぁ。よう言いますね、塚さん。まあ、よう言いますよ。今日そういう系ですか。流れ的にな。そういう感じかなと思ったから、まあまあまあ、やっぱり生っと大事、はい、必要ですか。ほな、ちなみにね、さっきの流れやねんけど、8月のやっちゃんの思い出を、お、うん、うん、思い出、うん、8月の思い出、8月の思い出、夏の思い出ってやつですよね。あ、ぶっちゃけね、そんなに夏っぽいことしてないんですよ。そうなんですよね、正直実際に、うん、まあまあ、みんなでキャンプ行ったりバーベキュー行ったり、うん、レインボーね、はい、とかはあったけど、まあ、正直やってないんで、うん、まあ、まだ逆にこれからあるのかな。まあそうですね、これからですよね。そうそうそう、うん、だからまだね、多分見てるリスナーさんのね、うん、中でも、うん、なんかみんな Facebook とかでリア充してるけど私まだしてないみたいな、うんうんうん、ありますね。水着着てなんかプール行ってきたとかさ、うんうん、そんな大して面白そうな写真じゃないのに、文章、文章でめっちゃ楽しんでたよを出してくる感じね。はいはいはい。女、ちょ446番のエースどうこうとかさ、補足客だからさ、あんまり聞きたくないって書いてあるから、ほんなら逆に、逆にですね、まあまあ、あんまり、ちょっと高額は使えないけれども、そういうやっぱお客さんってたくさんいてると思うよ、ね、うん、そういうお客さんには何をしてるんかっていうのをちょっと、うん、そうそう、例えば今、え、分からへん話の中で、あー、全部今ちょっと夏の水着ギャルをここ思い出してたんで、Facebook のやつを閉じ込めだろうか。暗くてジメジメしてあれやに30分でキノコ生えてる、適当な場所に。ほんなら、そのな、そういうお客さんには、うん、どうなの、リキトはどうやっておもてなしをするとか、楽しませるというか。なるほど、なるほど、やっぱ入れる、うん、やっぱ入れようって言おうと思ったんですけど、もうほんとにリアルになってくる。リアルに、まあでもやっぱ入れますね。俺らは別にその話を聞いて、あ、リキトおもろいなって思うんやけど、リキトのことをさ、よく知らない人ってさ、え、めっちゃあれやんって、チンコ押しやんって、めっちゃチンコ押しやん、イメージがこう悪くなってしまうよね。だいぶこれからリキトのお客さんになってくれる人はゼロになる。あ、この人すぐチンポ入れるんやみたいな。まだ入れられてる。モテツはどんな、まあ、あれっすよ、アフターですっごく美味しい新宿のお店、うん、いっぱい紹介します。うーん、イメージ上げたんですけど、一番最初に今の感じ、今のこてつが言ったことに対して481番、うわー、引くわー、481の引くわーよりも484の引くと思う。ダメージかな。こてつに新宿の美味しいお店を紹介してもらったら引くって引く。面白いな。え、やっちゃんはどうなの、その例えばあんまり高額使えないけどみたいな、はいはいはい、いや、なんか、うん、いや僕結構組数、うん、人数抱えてた時もあるんで、うんうん、いや今も多いよな、お客さん前にちょっと全体もあって、なんかね、
あんまり、まあまあその逆に使ってる方からしてみたらちょっと不満になるのかもしれないけど、あんま変わらない、簡単に言っちゃうと。そうですね。僕はその子に対して合ってる全力の仕方のやっぱやり方ってあるじゃないですか。まあ、外が嫌いな女の子だったり、どっか出かけるのが大好きな女の子だったりとかで、だから全員に全力なんで、エースだから、まあそのね、一番使う子だから、一番使わない子だからっていうのはないっすね、全員全力なんで。その中でその子がまあ気に入って、ね、いっぱい使ってくれたりとか、まあ基本的にはまあ全力。ひたすら自分の好感度上げに行きますね、今日。どうしたんですか？あのトイレにこんなもん出てると思う。ちょっと早起きしてきて。めちゃくちゃ好感度の上げ方エグいな。エグいっすね、なんか。お前は笑いに専念したけど、ね、俺は言うこと上げた。じゃあさ、席的にさ、俺も好感度上げに行っていいかな？ってなるっすよね。こっちは好感度下げに行って。皆さんは中立で、赤いに。ボケで。真ん中はボケ。今日ひたすらもう、そっち攻め。行きましょうか。怖い怖い、530、怖い怖い。黙れ、買うか。待って、何年前のネタ持ってきた。地元の人かもしれんな。いや、か、もう、京さん。ああ、京さんな。京さん。523、ホストとは外歩きたくないって書いてあるけど、最近ね、なんかね、ホストの子もすごい変わってきて、ナチュラルな子すごい多いよね。多いですね。そうそう、例えばホストのセットみたいに、すごい金髪でとか、すごい盛ったりとか、アクセサリージャラジャラつけるんじゃなくて、すごいナチュラルな子多いよね、最近ね。多いですね。だから昔よりかは歩きやすくなったかなって思うけど、うん、確かに。そうそうそう、俺も昔よう言われてた、みんなも言われてたと思うけど、昔はほら、バリバリスーツ着てさ、もうアクセサリー、家にあるアクセサリー全然つけてる。もうしまいには安全ピンとかつけてる。そうそうそう。やって、営業後にアフター行くとき、こっちもなんかちょっと嫌やったもんね。まあ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 。そうそうそう。だから今のホストって、なんかすごいナチュラルで、なんかホストしてへん子すごい多いから、そうですね、うんうん、一緒にご飯とかも行きやすいと思うし、確かに、うん、ただ安全ピンはないと思います。いたよね、中2やん。中2そう、僕は1年ぐらい前からやっぱり昼間一緒に歩けるホストって、僕あの一時期すごいこう金髪だった時あったじゃないですか。時にあの外であんまり昼間は歩きたくないねっていうのを女の子に言われてから、一緒に外に歩けるホストを目指したら、もうガゼン学生の、ね、大学生みたいになったんですけど、だからもう、ね、そっちとか、そっちってでもこっちってやっぱいいじゃないですか、お三人。そうだから、好感度の100m 走を全力疾走。高感度の 100m 走は全力疾走。まあ、全力で高感度あるから 100m 全力疾走ずっと、そうなんや。ギャップがなくなったって書いてあるね、あ、ホストの。いやもう、まあ、なんか逆に579のだからギャップがなくなったっていうのは逆に悲しいなっていうのもある。やっちゃんギャップすごいもんね。いやすごいっすね。の僕だって というと どういうというとどんなギャップなの。こんな感じでやってんのにめっちゃ毛深いよ。それ嫌なギャップ、めちゃめちゃ毛深いもん。じゃあ俺その話は絶対やめてんのやつじゃあ。その話やめてのやつじゃん。本当に絶対やめてんの。588番拾ってほしい。588、はるかくんかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。だって下坊団のはるかを知らない人はあのニコ生越しに、お、この人めっちゃいい人や。確かに絶対思います。確かに悪い方のギャップがすごいっすもん ね。いやでもやっぱり、ね、ほんなら609はどうしてホストには DV 問題が多いのって書いてあるけど、どうなのね。いやいやそれ関係ないと思うね、正直。どうして VK が多いのってことですか。逆に俺さ、あ、そう、DV でめっちゃひどいこと書いてある。615番、司は皆さんの一番身近なヤクザです。お願いします。いやこれ笑いで書いてるんかガチで書いてるんか、ちょっと僕の気持ち代弁してくれた。え、お前念じてん。僕の気持ちいいっすね。念写みたいな。ガバッと突っ込んでる。iPad から一番身近なヤクザ。明日2部行くねって622番。明日待ってます。明日ね、日付変わってからね。ブラックエンジェル、ブラックエンジェルさん、ブラックエンジェル、あ、名前とか出んのか。あ、こっちで、
あんま名前とか言わん方がいいんじゃないかもしれないですね。やられんの？インターネットがすごい。時間がかかる。時間がかかる。かもしれないですね。ネット界で晒されてる。ね、はいはい。もう大体ね、コメント早いね、なんかいい感じやんね。今日コメント1500いったら、なんかしましょう、あ、トートバッグあげましょう、エジン、あ、誰かに、トートバッグを誰かに、誰かにあげましょう。じゃあ俺、コメント1500いかなくてもトートバッグあげる。なら僕、なんで好感度上げ合ってる。今ここ、高め合ってる。いきなり小鉄も好感度を上げにかかる。そうそう、全員下がってばっかりからね。24、24、24、24、24、僕からいきますね。小鉄の好感度を上げにかかりますね。あ、僕の上げる。みんな聞いてます。この前、ほらあの、なんぼ梅雨明けした言うても雨結構すごく降ってたやん。そうですね。俺ら、ちょっといいですか。かっこよくない？うまっ。なんか今まで俺こっちのこてつ見たことなかったの。こっちのこてつかっこいいです。ほんまに？はい。そうか。やっぱ下がる。上げにいってんの。やっぱ下がる。こてつはええて。661番ズームにした途端一気にこてつはええてっていう多分感じでうっとるっすよね。それな、それな。だからね、こてつとね、だからその雨降ってる時に、たまたまもう傘持ってなくて、はい、あのな、あれ夕立みたいな感じでな、ね、降ってて、バーって外歩いてたら、ちょっと電柱の下に段ボールに入った子猫が2匹ぐらいかな、入ってて、俺もこう子猫を抱きかかえてここにこう入れたんよ。こてつもう一匹こう俺が抱きかかえてる姿を見て、こてつが子猫を抱きかかえた瞬間にこてつ電柱にバーンってなってたから。めっちゃヒーローやから来るじゃないですか。やべ、僕たちホストって毎日こうメンタル的にやられることが多くなっちゃう。めっちゃ滑ってる。だから僕入ったじゃないですか。ちょっと待って、こてつとあのついでやったら滑る。いちゃいちゃあかん、次はあかんすね。はい、あ、戻っていいですか。はい。本当その、ね、小鉄じゃねえわ、じゃない。あの、ホストってね、やっぱり常にこう病んだりとかね、はい、ちょっとこうな、思い悩むこと多いじゃないですか、はい、やっぱり特に新人の時だと、はい、でも小鉄って毎日元気なんですよね。うん、で、一回あの元気よな、小鉄はな、毎日。で、いつだかにあの、ほぼ全卓で NG を食らったことがあって、すっごいへこんでたんですよ。それ言わんほうがいいんだよ。いや、あの、頑張りすぎて空回りってあるじゃないですか。で、まあ、ちょっとその元気さが鬱陶しいって思ったのか、またまたまその日運が悪かったのか、湿気が多かったのか、まあ、こてつがね、ちょっとおなごに嫌われてしまった。あ、これ絶対へこむなと思った時に、次の日ちょっと早めに出勤したら、大きな声でおざーすっつって、僕も今日めっちゃやる気ありますからって言ったんで、僕はこてつにちょっといいご飯屋さん作ってきました。これね、なんか自分、俺は人を褒めることもできるよっていう感がすごい。もうそれしか伝わってこなかった。似てるね。似てる、似てるわ、こてつは。こてつに似てる。ほんならやっぱり付き合いが一番長いリキとのな、こてつのな、やっぱいいところ、いいところですね。これもうこてつとも出会って10年ぐらいになるんですけど、もう10年ぐらいになって、こてつすごい喋るんですよ。よーく喋る。二人でいてもすごい喋りかけてくるんですけど、僕大体8割方聞いてないんですよ、こてつの話を。で、今ね、はるかさんが出た通り、確かにへこまないんですよ。全然へこまないんですけど、なんかこの前すごいへこんでたことがあって、どうしたんって聞いたら、かたくなに言わないんですよ。で、これはでもグレーゾーンだからやめときましょうか。じゃあ、もう一回 CM 行きましょう。気持ちよすぎてできない。じゃあ CM お願いします。ばあちゃんの口癖、熊の御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなる木に青い水木、夏木に香るにもろはの剣。あー、熊ちゃんの言う通り、あー、ナオピーにゃかなわない。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。
はい、はい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 。CM 中に764の中二病みたいな名前に爆笑してました。誰が中二病みたいな名前なの、まあ、誰のこと誰あもう、まあ、僕は当て字みたいなもので、うん、僕の可能性じゃあ1,2,3,4,5で誰が中二病なの、誰が中二病誰が一番中二病か、うん、もう一回1,2,3,4,5番号で誰が一番中二病みたいな名前か。あでも力と2位安っ。そこえちょっと待って、ラビリンス怪しくね。ラビリンス怪しくね。なんでなんでなんで3が1個もないよ。2って4って、あ、扱ったんすね。あれ4多いねん。あれあーそうなんや、あれ僕の番号すらつけたくない。こてつさんやるけどこてつ全くないね、見えてないかも。あえてやるそういういじめ。1,2,4,5って、あーもう3誰も見えてない。そういうこと、こてつのこてつ、あれあの浦安鉄筋家族一緒になってるんですよ。いや、あれじゃないの、さっきの好感度のやつで上がったから、うんうんうん、あ、上がったからだろうね、うんうん、それあるんですよ。一回こてつが、もう、まあ、自分のことやから自分のことですよね、だから言わんとこうと思ってたけど、これ言ったら自分の好感度めっちゃ上がってしまうっていう話をちょっと一回、はい、本当は言いたくないけど、本当は言いたくないですけど、うん、あの自分からこういうことしてますよっていうのをちょっと嫌なと思うんですけど、営業終わりに、うん、やっぱりあの、はるかさんとか、りきとさんとか、つかさんとか、うん、忙しいじゃないですか、うん、でもなんかもうすごいお酒飲んでて疲れてるなって時に、うん、僕そーっと、うん、あの普通の熱いおしぼりを氷水でバーってやって、うん、めっちゃ絞って一回自分の顔拭いてからみんなに言ってます。バレてないと思いますけど、一回自分でタバコ吸いに行ってもいいですか。きついきついもうこういうとこきつい、まああれや教育不足やね。もう、もうゴールが悪い。ゴールが悪い。全然好感度上がらんかった。自分であげるってでも難しいですよね。はるかさんぐらいいやらしくなきゃ。あー、はるかさんぐらいいやらしいっすよね、上げ方が。ちょっと一回849拾ってもいいですか。うん、でも、こてつとはるかさん仲いいんでしょって言われたんですよ。めっちゃ仲いいっす。僕の残りの時間すべてをかけて。で、仲いいかどうかをこてつのダンスで表してもらおうか。こてつがはるかのことをどんだけリスペクトしてるかをダンスでちょっと表してもらおう。だからもう喋れないとして、自分が、あ、自分が喋れない、うん、もう体全体でやっぱ好きをアピール、はい、アピールしなきゃあかん、ね、そうそう、お前の犬猫と同じようなことして、うん、あ、こてこてダンス知ってる。もうこてこてダンス、うん、はるか、はるか、好き好き、はるか、はるか、ちょっと一回映像消して。あぁ、もうこれ何これ。一回映像消して。新しいコテコテダンスやったね。新しかったね、前は肩外れるぐらいの。こうやって、あ、じゃあ、社長バージョンもやっとく。あ、社長もう一回お願いします。もしかしたら昇級するかもしれない。昇級するかもしれない。はいよ、はいよ。つかさ、つかさ、給料上げて。なんで CM って3回ないんだよ。なんで CM って3回ないんだよ。はい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 、これ今の方がいい。いやもう切り替えましょう、潰しましょう、潰しましょう。せっかくさ、みんなでさ、こてつの好感度上げたのにな、自分から下げるじゃないですか、うんうん、そうですね、これは前だと、むしろ前ぐらい。やっちゃんのじゃあ好感度を上げようか。いや、いいっすよ、ね、あげましょう。いや、全然いいっすよ、全然いいっすよ。自分であげに行ってる。いやいや、じゃあマジで別に俺なんかタバコをポイ捨てしてたんだ。もう下げにかかってる。潰しにかかってるんですね。俺だってポイ捨てするために吸ってるんすから。かっこいい。それはやばいよ。いやいや、もうだって。それはやばい。そういうのはやばい。でもあの前、新宿のね、大久保公園のところで犬3匹釣られてたんですよ、うん、で、ヤスさんとバーってご飯食べたって帰ってる最中に、うん、で、ヤスさん猫捨てられてるんすよ、言って。それ言わんほうがいいよ、それ言わんほうがいいよ。で、あの、バッて、あ、こいつかわいい、こいつかわいいって言って。お前の好感度も下がる。一匹、こいつ顔気に食わないかって、2匹だけ持って帰りました。あ、ひどいな。うん、さすがに、
スカさんがずっと小声で、それ言わん方がええよ、言わん方がええよ、言わん方がええよ、それ本当あかんよ。で、リキとかやっちゃんの好感度ちょっと上げてみてよ。これですか、うん、あ、ヤスさんは本当にもう歩く姿がもうブって昨日からずっと言ってるんですよ、うん、ブです、あの宮本武蔵なんですけど、歩く姿が本当にもう、うんうん、本当にかっこいいっす、本当にかっこいい、ありがとうございます。ガチ、え、ちょ、ね、転がったら飯行こうぜ。転がったらなんかいい飯食い行こうぜ。ヤスさんかっこいいっすますね。いつもかっこいいと思ってます。ごちそうです。今の言葉にはご飯代の意味が含まれてたんで。よかった。でも普通にずっと今918番待ってたんです、うん、僕9月18日生まれなので、うん、NG コメント。ずっと918を待ってた NG コメント。どんな何を書いたの。ぶっ928ぶってぶってもうちょい分かりやすい言い方あった、うんうんうん、あったと。それは間違えました。ただ言うてる間にな、もう時間もな、結構。あ、もうそんなに。あ、うんうん、もう一丁。あ、あれもう2回、もう2回やってる。あ、もう2回やん、うん、結構時間もこう経ってね。うん、けど、じゃあ8月、もうちょいしたらお盆休みに入るからね。あ、そうですね。日にちが27、28、29、うん、30日から営業、うん、お盆休み何すんの。お盆休みですか、うん、抱いて抱いて抱きまくる。うん、突然突然今まで斬新だね。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 こいつは何すんの、あのお盆休みは。僕は普通にお墓参り行きます。お墓参り、普通にお墓参り。大事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 、そういうので上がってくる。やっちゃうの。あ、やっちゃうもんやったんか。お仕事ですよ。2部はお盆休みもう終わってるんでやってますよ。変なコメントめっちゃおもろいんやけど。941番、こてつ夜道は気をつけろ。やられる。937番、こてつ整形企画で出してくれ。いや、それ面白そうやね、整形企画ね。面白そう。行きます。行きましょう。リキとお盆休み何すんの。盆ですか。僕すごい言おうと思ってたのに、はるかさん言われてしまったんで、リアルに何も予定がないで、あの誰か誘ってください。27、28、29、お、誘ってください。いくらかかんの。3日間すか。もうそれはもう10月に来たいですね。あ、9月に来たいなんで。まあ誘うってことは分かるよね。うんうんうん、怖い怖い怖い、っていう意味で。うんうん、本当は暇なだけでしょ。伝わってるもん。寂しがり屋。本当は寂しいでしょ。素直になれなかったです。ちょっと今のは素直になれ。はい。958と960差が、うんうん、矛盾が、縦ここが、うん、縦も、あれなんで、うん、すごいな。いじったらそこそこ長崎雨つってんの。長崎晴れてるよ、うん、どっちでもいいんやけど。危い。僕教えてくれて、なんかありがとうね。はい、970、抱かれるなって書いてある。もう自分でもう分かってるやろ、女の子が。もう誰が、誰が、誰が、じゃあ私やわ。はい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 、待っとこう、待っとこう、新しい下着買おう、買おう、ね。はいはいはい、すごいって、もう始まってますから、うん、多分すごい。もう始まってる。人さんは、あれですか、帰るんですか。ちょっと、お盆休み、はい、お盆休みね、あれやね、ちょっと修行しに行くから、ね、あ、いつも、うん、そう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 、はいはい、そうそう、うん、いつものって。いつもの、うん、いつもの修行しに行くからね。さすがさ、はい、え、なに、それ知らない。え、え、言わへん。俺もうこういう、みんながこう見るところであんま修行の内容を言うたら修行じゃなくなるんですよ。何になる。え、何になる。いや、僧侶、僧侶目指す。回復キャラ。983、うん、真ん中だけなんで一人結婚式なん。あ、言ったり説明したよ。役職じゃないんで祝福切れないです。すげー。986、ヤスくんとこてつの髪型似てる。ちょ、やめて。あ、もうこれ完全に僕がかぶせに行ったんだけど。2部ってかっこいい人いるって入ってるけど、どうなんすかね。まあでも、あ、かっこいいね、うん、顔面でしょ、かっこいいっていうのは、うん、顔面レベル高い、ね、顔面レベルで言ったら、うんうんうん、まあ、おすすめはヒロトとか、はいはいはい、ユーゴとか、ユーゴとか身長185とかもあるし、うん、おー、うん、そうだね。まあまあ、あとはハヤトかな、うん、あとやっぱり、ほら接客がさ、すごいのがやっぱやっちゃんやんか。あ、やっぱり鬼の接客めちゃうまいもんな。一緒に仕事してすごいなと思って。3日は一緒にいたいなと思って。逆に3日だけ。3日で十分。3日でお腹いっぱいになる。僕ぐらいのポテある。気
エミル君だけ入ってなかった。こてつの身長聞かれてるけど、飛ばし。あ、もう全然全然。あって見てもらいたいなと思うんですけど。はい。あ、けどこうやってさ、あの二部の人結構知ってるってことは、二部の女の子もね。確かに確かに。見とるっすね。ありがとう。そうやね。結構だから二部の人見てると思うよ。はい。いつもありがとう。うん、そうやな。顔のアップ希望。顔のアップ希望。真ん中はどうしましょう。真ん中、真ん中、真ん中。俺から。俺からとか。じゃ顔決めてよ。いやけどこてつってかっこいいと思う。めっちゃかっこいい。そうっすね。もうちょっと近づいてみてよ。好きな顔やけどね。めっちゃ。僕が近づくんですか。めっちゃかっこつけて。もうちょっとこてアップください。もうありえないぐらいアップください。あの手穴見えないぐらいめっちゃ。でちょっと顎引いて。ちょっと顎引いてでパッて目見てみて。で目だけ。かっこいいかっこいい。あ、先10番、え、こんな顔なんだどういう意味で惜しい顔、惜しい顔だ、どこが、どこいじったらいいか聞いてみたら、そうっすね、やるんで、どこがやります、どこを変えたらいいと思いますかね、こてつの、ちょっと決めてて、顔、あ、みんな考えてくれてるよ、あ、ちょっと本田に似てないですか、あのサッカー選手、嬉しくね、ちょ、目開いて NG コメントに死ね死ね死ね1016番全然時間の無駄よNG コメント2連続はきつい死ね死ね死ねとかほなもう一回やめましょうか、やめましょう、やめましょう、ちょっと、あまりちょっとこてつを長くしちゃうとね、はいはい、お口直しも必要かな、いやもうお口直しないはるかくんの顔ください、はい、よっしゃ、いったよくいった、リコさん、よしよ、かっこいい、あ、もうすでにカメラ来るって思ってて、キレ顔してる、角度分かっとったっす、こっちだなって、あ、どうもどうも、そういうの、いや、もうきしょいっすあ、リコのドアップくださいいや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 、ほら、僕はもうすぐにこうやってちょっと変顔して、いや、変顔はできないっす、口元、イケメンが見たいのにリキトがアップされた瞬間にイケメンが見たいのにイケメンではなかった、こてつの難しいですね、どこいじったらいい、全部っすよ、出てんの、目と鼻、目、口、歯、二重全部なんか完璧すぎてもね、なんか嫌じゃない、顔がね、確かに、まあイケメンは3日で飽きるって言いますからね、面白くなかったそれ言いますよね、ホストでもむっちゃブサイクの子が売れてたりとか、むっちゃ男前なのになんで売れてないんだろうみたいな子いるじゃん、やっぱりもう飽きられるとか入りはいいのか、ありがとうございます、やっちゃん大人気、ここに来て、え、マジですか、ほんとっすね、やすさんのアップ欲しいかな、よっふい、もうやすさんのアップ欲しい、やすさんの、あっ、どうもっす、ど、中2の、中2秒です、かっこいい、動きが中2、マジイケメンありがとう、まだ起きて1時間ぐらいです、お、あ、最後にそういうの加えるあたりが、もっとかっこよくなるよっていう振り幅を見せる、いや、ちょっともうやばかった、本当に、そうそう、来月の、あの、いろいろとアピを、うん、そうやね、はい、9月のね、うん、9月のイベント、はい、なんですけど、行きましょうか、まず、ハルトくんのね、はい、バースデーイベントありますね、よよ3回目、ファースト始めて3回目のバースデーですね、3回目のバースデー、バースデーがあります、はい、予定では9月の末の方に、まあ、もしかしたら 2days あるかもしれない、おー、いいねっていうのもありますね、衣装は、あ、そうなんですよ、僕のオリジナル錦 T シャツを、錦 T、はい、錦 T、 錦 T を作る、錦 T、 ニッティを、ニッティ作ろうかなと思うんで、それ攻めすぎる、従業員ももちろん、来てくれたお客様にも、シャンパンを下ろしたら、まあ、1セットでもらえる、考えようか無料配布か悩んでますけど、結構作ると思うんで、よかったら、もらいに来るだけでも、ニッティーよね、はい、ニッティーを店前で来てちょうだいっていうのはもう普通に思い返すんですけど入店してもらえたら渡そうかなとあ、そのオリシャンなんですけどオリシャンやけど、オリシャンはちょっと今悩んでるんですけど、どうすかね、欲しいっすかね、あったら下ろそうって思います、それちょっと気になるんですよね、僕はあの初めてのバースデーで入って半年目ぐらいでオリシャン作ったんですけど、20本ぐらい作って
結局イベントの日僕8本ぐらいしか売れなかったんですけど、うんうんうん、それからトラウマで下ろしてないんです、うんうんうん、あ作ってないんですけど、うんうん、どうしようかなーって、うんうん、きついなコメントもちょっときつい4058番誰に言ってるんですかねあの動物の定休でめっちゃついてるんですめっちゃついてんだよ、うん、もうどうせだったら中継言っていい、これもしかしたら俺の地元の後輩かもしれんよくこんなこと言う子いるんですかあのせめて低級霊がめっちゃだったら中級霊一匹にしてほしいですよね。そうですね、どうですか。でもオリシャン欲しい、うん、じゃあまあ作る方向でそしたらやらせていただきます、うんよし、ほんで、はるかのイベントがあって、他のイベントはあれがあります。秋の。でもまだその前に24日もあるんですよ。うん、そうそうそう。あ、その24日のイベントはもっと早い時間帯にも告知してる。あ、言ってるんですね。うん、すいません。遅刻してきたからさ。すいません。ペロ。あの、秋の大祭り。うんうん、うん、秋祭り、はい。秋祭りやるよね。秋祭りイベント。ね、それは多分、最初の方に。うんうんうん、やるな。10日ぐらい、8日、多分8日だった気がするんですけど、うんうん、8日の日にも、秋祭り、多分最後の浴衣イベントになるんですかね、うんうんうん、ポロリありのやつね。ポロリありの、はいはいはい、ポロリもペロリも音の子供子だらけも、ね、やちゃん2部はね、もうすごいね、オリジナルイベントやるもんね。めっちゃでかいのが、はい、うんうん、何やんの。ガチガチのゲイイベントガチムチ系か。いいね。ガチガチのゲイイベント。ゲイイベ、ゲイイベ、面白そう。バイベみたいに言うと、はい、バイ、あ、ゲイイベで思い出した。俺は何で思い出した。俺たまにあの銭湯に一人で行ってるんやけど、サウナ入りに、はいはいはい、ほんで、よく行ってるところがなんかちょっとなんかそのおかまニュー、はいはいはい、ゲイっぽいなっていう人やったりとか、うん、ちょっとホモっぽいなみたいな人がすごく感覚的にうわなんか多そうやなっていう銭湯があって、はいはい、ほんでなんか行きにくくなって銭湯を変えたんよ、はい、また別の銭湯に行き始めたら、はいはい、そのサウナ入ってる時に、ね、おっちゃんとこうなんか喋ってて、はい、最近やったら高校野球の話をこうしてて、そっから、いいサウナとか銭湯ありますかみたいなこと言ってた時に、はいはい、その俺が印象、そのゲイとかホモとか多そうやなっていうところは絶対行かん方がいいって言われて、なんでですかって言ったら、サウナの休憩室が横にあるんやけど、はい、そこ電気消してやっぱ男同士やってるんやって、でなんかもう怖くてめっちゃ気持ち悪いやんか。でもうそこ行かんようにして。そこどこっすか。めっちゃ興味ある。めっちゃ食い気味だし。そこちょっと後で教えて。後で、はい、行く。いや電気して怖いっていうのな。電気は俺に消させてくださいね。そこでもなんか家にある近所のサウナってすごい極端で、そのゲイとかホモが多そうなサウナか、あのむっちゃ怖い人たちが行くサウナの2つしかないのよ。そうですね、そうだからもうそっちに怖い人たちが行くところにしか行かへんくなったんやけど、だいたいね、あの銭湯入ってて大体10人ぐらいおっちゃん、俺を含めて10人ぐらいおるんやけど、あのおっちゃん11人じゃないですか。おっちゃん11人サッカー。こいつムカつく。こいつムカつく。10人中3人ぐらい会長って呼ばれてる。3人も会長。あぶね、めっちゃ怖い。もうもう入ってる。なんかあの若い人たちがおじぎって呼ばれてる。まあまあね、いろんな人がいますよね。だから結構そっちに行くしかもうなくなったから、選択肢は。うんうんうん、やっちゃんどっち行きたいの。俺そっちっすよ。なるほど。前の方、さっきの方。電気消す方。はい。電気消す。ほな、1142番。2部はゲイの集まりなの。って感じ。どっちか言った。どちらかというと。いや、それに対しては、うん、ノーコメントでいいですか。そうだよね。逆に、はい。うんって申し訳ない。一人だけじゃ決めれない。はい、電気消してるもんね、店内。全消し。全消し。全消しね、時の前くらい。そうそう。あ、なんでやろ。始まりまシャンパン下ろした後電気消してるもん。いや、もしくは電気消して着いた後シャンパン下りてる。なんかあるんすね。なんかその電気消えてる間に立ち猫取引。そうね、面白い面白い。
けどもうそろそろもう時間ね、あと5分、ね、あと5分かな、はいはい、うんうん、コスプラのあれも、うん、しあ、はい、うんうん、僕さっきからとしたいいよいいよ、あ、はい、はい、放送グランプリ2人で出てます、はい、出てます、1日1回どっちかにお願いします、はい、はい、っていう感じでね、はい、はい、今もヤスさんはもう2次予選で第今8位ぐらいに、うん、8位、10位とかに、まあその辺かな、ぐらいにいて、で僕が今多分10、だって俺はさ、やっぱ女の子だけじゃなくて男の人の組織票が男の輪の方が大きいですもんね、やっぱり女の子だけ組織票入ってるからね、そう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 女子だけじゃなくてやっぱり、ね、うん、男女、そう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 、やっぱりね、はい、男の男の輪男の輪投票していただいてる方はあざます、本当に、はい、今年は投票しないって、投票制って今年かな、うんうん、ありがとうございます、うん、けど俺のあれなんかあれかな、はるかに投票してた地元の、おう、うん、だ誰おばはん、おばはんって言っていいかな俺のいやいとこやからええねん、ああ、うん、ガチのおばさんですかね、そうそうそう、ディープなんとかのじゃあそれ出すな別のはるかそれ言うようかじゃあその話、はい、いとこの俺がすごい慕っているいとこのおばちゃんがおるんやけど、はい、そのおばちゃんにうちの店の子がホストグランプリっていうグランプリに参加してるから投票してくれへんって俺言ったの、はい、で名前をはるかやかでって言うたら、うん、AJ のはるかじゃなくてディープスピードのはるかに入れてびっくりするっすよ、そう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 、面白かったよ、いや、爆笑したんですよ、面白かった面白かった、それ、授業員、ね、グループラインでそれ流れてきて爆笑したんですよ、早っ、ね、あと30秒、あと30秒なんか、ね、のアピールタイム、もうね、今月はニコ生これが最後や、最後ですね、そうですね、最後来月の一発目をね、皆さん楽しみに、ちょっと時間ありますけども、はい、あとまだ夏の思い出何にもない方、ぜひ AJ に来てください、そうです、待ってます、そうやね、はい、来月の9月18日は僕のリアルバースになってます、よろしくお願いします、おー、10月は僕です。またね。10月3日です。です。どうも。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録チェケラー。